やーすごいね。そしてやっぱり360度っていうことでございましてですね、やっぱりもう転換が早いからやっぱり飽きないし、やっぱねドキドキするんですよね。彼らどうなっていくんだろうか、うん、そして敵対するやつらの あのエネルギッシュなパワーの本当素晴らしいこと、あのダンスも素晴らしいしね、うん、その辺が楽しめると思います。私も楽しみました。セットもすごく素敵だしね、デテールっていうの、デテール細かいあの辺もすごい素敵だしね、いやーこれは楽しみだと思います。そう、360度の、ね、舞台での初めてでございますので、なんか大変やという噂は聞いております、いろいろなところから。はい、もう本当に、うん、まあけど僕は出番少ないですからあれなんですけれど、走って出ていかなあかんからね、この出ていった先がちゃんと正しい舞台なのかっていうのがね、まあこれはドキドキしますし、うん、稽古どないなるんかなっていうのはありますけれど、うん、楽しみです。はい、そうですね、興味させていただいて、やっぱりあの敵対する若いやつらが私のもうおまわりさんというその象徴的な権力のっていうか、その彼らにしたら私は悪ですよね、その部分をちゃんとやってみようかなと頑張って、彼らが俺に対して、私に対して、警官に対してすごく怒りをぶつけられるような、うん、そんなお芝居を作っていきたいなと思っております。ですから稽古場では彼らとは喋りません。それはないか。はい、けどそんな意気込みでやっていきたいなと思っております。楽しみにしております。はい、では皆さん劇場でお待ちしています。360、